それでは広重ゴールド北部義人調教師にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ち聞かせてください。正直言ってホッとしております。なかなか重賞にチャレンジしても勝てなかった、このオーナーも初重賞ですし、本当に喜んでもらっていると思っております。はい。ここも3走続けて5着ということでしたけども、この北海道スプリントカップに向けての調整というのはどうだったんでしょうか。前走前々走と結構馬場が悪いところで走りまして、前走の後はちょっと本当にちょっと馬も応えてたんですよね。でちょっとミニ放牧挟んでの調整やったんですけど、門別までの輸送も考えまして、早い時計は3本立冬で出したんですけれども、まあ、ねっきり波及の時計というのは全く出してなかったものですから、まあ、これで足りるかなっていうのはちょっと不安はありましたけどね。まあ、今日の馬体重がプラス1キロだったので、まあ概ねいい感じで調整、まあ結果論ですけれどもいい調整ができたと思っております。レースはどのようにご覧になりましたか。揉まれたくないっていうのがもう当初からありましたんで、オーストワークっていうことで、自分が好きな競馬ができるなと思っていました。で北村君のスタートも抜群に速かったもんですから、でなおかつそのうちから行ってくれる馬もいましたし、まあ自分が考えてた通りの競馬ができましたね。はい。直線はどうでしょう。これもやっぱり竜の行きながら外から、ね、来られた時はもうはっきり言ってやられたなと思ったんですけれども、結構ここを何戦かずっと北村君乗せてますし、馬のことよく理解してくれてましたしね、すごい考えて乗ってくれたんで、それがすごい良かったと思います。今後というのは今現在ではどういうふうな感じですか。今後、またこの後明日出発して立冬まで戻るんですけれども、馬の状態見て例年夏は盛岡のクラスターカップを使ってますので、体調が良ければそちらの方に向かうと思いますけれども、ここで賞金加算できましたし、その辺は馬の体調次第ということですね。今後のこの馬への期待を聞かせてください。そうですね、オーナーに、期待を持たせて、買ってもらった馬ですし、なおかつこうやって初重賞をオーナーにも、あれしましたしね、秋はちょっと G1 を狙ってみたいと思います。はい、では最後にカメラに向かってメッセージをお願いいたします。はい。これからも短距離ダート、ダイエット界を背負って生きるよう頑張ります。またサウスビグラスの後継馬としても種馬できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。北部義人調教師でした。おめでとうございました。ありがとうございます。